欲しいのが恋、見たいのは愛、痛いのは胸騒ぎ、苦くても恋、憎くても愛、だから許さない。欲しくてもない、見たくてもない、長いことぼや騒ぎ、グレーなだけ、何も知らない、だから続かない。Thank you.
私、森かごが非現実に向かう入り口のような、まあ、現実からちょっと離れたところをイメージとして一人で音楽をやっていたんですけど、そこに共感してくれるメンバーを見つけたのでバンドを組みました。なので現実というよりかはそのちょっと幻想的なところを目指して音楽を作ってます。私はこう日々とか現実というものがあんまり好きではなくて、で今までよく聴いてきた音楽が例えばドラマのサウンドトラックとかそういった物語につくようなものが多かったので、そういったちょっと聴いているだけで
とか現実とかから離れられるようなものを作っています。でそれを体現するために視覚的にも、サウンドも、バンドで工夫していくことを努めてやってます。今このコロナ禍でかなり状況が変わって、例えばライブですとかイベントをなかなかできない状況になっていると思うんですが、その中でも様々な形でいろんな方の娯楽として、過ごされている時間に侵食していくことが目標です。例えば私たちのように演奏する側にとっては、例えば生で演奏する機会がなかなか難しくなったりなど大変な状況ではあるんですけれども、その中でも自分たちの音楽を届けるために無観客でライブをしたり、ライブ配信をしたり音源を配信したりなど、音楽を提供するために各自提供方法などを工夫して頑張っているなと感じました。お客さんも入れてライブをしたり、自分たちで集まって練習をしたりすることも難しくなったんですけど、今までとは違うやり方で配信、無観客で配信ライブをしたり、自分たちで家でタップ録で音源を作ったり、本当に今までとは違うやり方で音楽活動ができたのは面白かったです。欲しいのが恋みたいのは愛叶うまで